こちらひろと申します。今回の動画なんですけど、無課金アカウントでディビジョン1チャレンジパート15になります。皆さん、ディビジョン1もう余裕です。これで。見てわかる通り、かなりの大補強、そして大育成が済んでおりまして、もうね、向かうところ敵なしということで、まあ試合に行く前に新加入選手を軽く紹介していこうと思います。まずスパサブ枠ですね。ラファエル・レオン、ドリース・メルテンス、ブレンデン・アーロンソン。この3人が新加入のスパサブ枠ですね。ブレンデン・アーロンソンね、マジでやばい。使用感が神すぎる。とある情報筋から教えていただいて、育成して使ったところ、マジで強い。ガチスカに入ってもいいレベル。スキルがマジでね、欲しいところ全部持ってんだよね。で、能力値もかなりバランス良くて、逆足頻度精度も高くていい。で、チャンメでトップ下できると。使いやすいんで、このアーロンソンだけの動画撮ろうと思うんですけど、またそちら見ていただけると嬉しいです。で、スタメン枠の新加入選手、メンディ、トモリ、ブスケッツ、ムバッペ、メッシ。いやー、ばいね。正直ネイマールも入れようかなと思ったんだけど、ちょっと前線充実しすぎて、もったいないなって思ったんで、次加入させるなら、キミヒかデブライネかなっていうところなんですけど、とりあえずはこれでいこうと思います。で、皆さんにね、ちょっとお伝えしなきゃいけないことがありまして、現在ディビジョン5の半分試合が終わったところです。シーズン1終わる前に撮影していて、まあ、結果から言うと、ディビジョン4、あの後降格して、ディビジョン5をなかなか勝てず、勝ち点8止まりというところで終わっていたんですけども、その録画データがどっかに行っちゃったみたいで、と、前回から見ていただいてる方は飛んでるんですけども、まあ、ディビジョン5降格して、ここからのスタートということで、ぜひね、応援していただけると嬉しいです。ということで早速ね、初戦参りたいと思います。はい、マッチングしました。調子はデンベレが悪いんですけど、そのまま出していこう。お相手433の日本人スカット。いいね、ちゃんと J リーグの新しく来てるガチャ回してるんだね。かなり愛を感じます。けどボコします。対戦お願いします。アップデ後から軽くなってる感あるからな。守備がめちゃくちゃ難しくなった気がする。いや、マジ、星5指名契約権でね、この能力値のブスケツとメルテンスを加入できたのでかい。まあ、メルテンスちゃんめになっちゃってるんだけど、それでもね、やっぱ使いやすいわ。はい、完璧。もうレベチだわ。結局、強選手なのかな。まあ、けどね、みんなもゲットできるってことだから。シーズン2開幕からやってるのかなりでかいと思うよ。まず、ムバッペ無料な時点で、100万 GP 無料でもらってるようなもんだから。なんか、新シーズン開幕からスタミナの減りがめっちゃ早い気がするんだよね。選手の AI が良くなったから、動き出し多くなって、その分減っちゃうのかな。はい。これ止められないよ。無理よ。このバペさん。これ無料で。よし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 。いいね。やっぱ強いわ。で、2試合目マッチングしました。はい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 。いいね。このまま行こう。こうやって4231。はい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 。はい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 。なるほどね。はい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 。かっこいいね。パック全部買ってますね。かなりの高級スカット。羨ましいです。対戦お願いします。はい、呼んでます。メッシー、いい抜け出し。はい、神。完璧なシュート。この抜け出しよ、メッシは、やっぱ。ジェリニツキ、うぅ、惜しい。いいダブルタッチでした。ともり、いいね、マジで。はい、ムバッペ、爆速です。ゴールズ、いいねー。え、なんか勝手にパワー出た。まだ治ってないんだね、勝手に出ちゃうの。ソン・フンミンとかも勝手に出すよね。いや、2点はでかいよ。ここは一旦戻して、いいね、相手焦ってプレスかけてる。おっと、いけなかったねー。いや、トウモリ早い足。一回戻そう。浮き玉でデンベレ止まって、メッシ下げて、ブスケツもう一回戻して、メッシ惜しいね。さあ、アーロンソンの番ですね。で、メルテンスがそうトップ でレアオン左で、右ムバッペで、ディグスローも出しちゃおう。よし、じゃあとりあえずね、後半最強スパサブ4人組でいきたいと思います。 OK。 メルテンス、
完璧すぎる。いや、この浮き玉はナイスすぎるね。もう試合を決定づけたと言ってもいいでしょう。ブスケツ、アロンソン、パス、レアオン、もう一回レアオン、かなりオープンです。あ、惜しい、ちょっとかわしたのにね。そのままニアぶち抜けばよかったね。レオン、惜しい。ギルスロン、うわ、めちゃくちゃドロップしたね。こういう時こそ落ち着いて、アーロンソン、うい、いや、マジで良くないこれ。やば、ちょっとアーロンソンさんダブルタッチ軽いし、これでスパサムさんが笑っちゃうね本当に。おーおーおーおお、余裕だね本当に。やばくない、選手違うだけでこんなに変わるもんなのっていう。まあ、変わるか。はい、ということで、皆さんからしたらね、勝手に下がって勝手に上がってるなっていう感じだと思うんですけど、はい、戻ってきました、ディビジョン4。これならもういけるよ。またディビジョン4からのスタートと、新加入選手、強化するところもそんなないんじゃないかってレベルで、いい選手たちですよね。まあ、今の試合見てもらったら分かるように、やばいって、アーロンソン。もうすぐに取りたい方は、アメリカの選手なんでね、国籍絞って獲得してみてください。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。次回はディビジョン4ね。再チャレンジということで応援よろしくお願いします。バイバイ。